スリムなスリムジム陽一郎、凶悪な犯罪者である。そして彼の名はエルビス・ディカ。どんな犯罪をも許さない。二人は宿命のライバルである。酒の方を手をしたから続く魔法。
刺すなまりだった。人質になってくれたお客さんに大きな拍手を。
こうして次の日、陽次郎は監獄に入れられたのだ。そして陽次郎はこの罪を償うために刑務所の中で一生懸命頑張った。そして頑張った。そして頑張った。ランさん、ありがとう。その苦労が見る陽次郎は1996年12月14日出所することになった。そこでエルヴィス・デカが現れた。いや、皆さんね、このようわからないね、時期にね、付き合ってくれてね、本当ありがとう。じゃあね、ここでね、キャスト紹介するね。スリムジム陽次郎、今井陽次郎、そしてナレーション&効果、横山隆さん、そしてエルヴィス・デカ、マッチでまあ、ということでね、陽次郎、スリムジム陽次郎もね、出所できるね、これめでた、出所できるということでね、今日はみんなね、パーティーだ。
しよう。この素晴らしい地球のために、おー何をしよう。小さな子供たちのために、おー何をしよう。未来の子供たちのために、おー何をしよう。この素晴らしい地球のために、おー何をしよう。おー何をしよう。未来の子供たちのために、おー何を。